それでは一言お願いします。ファンクさんの次、ウミエタを踏み台にして東京行きます。それでは刑事一言お願いします。踏むのはライムだけでいいんちゃう。先行がガブマン、後攻が刑事、8小節の2ターンで行います。それでは行きましょう。 DJ パナソニックスピンバッシュ。負けねえ戦って優勝宣言、教えてやるよ大阪若手がいていて、お前らの期待とお前の経験を踏みにじりに来た。俺は東京で戦う、堂々と上がる、今日は分からず上がるぜテンション、東京の片道燃料、刑事とペコはやらせねえぞ。ガードマン負けねえじゃなくて勝つって言えよ、それがお前の弱いとこだぜ。俺は自分に勝つ、お前に勝つ、全てに勝つためやり続ける。わかるかよ、お前が熱いことはわかる。さっきも言ったけど熱さってのは表面に出すもんじゃねえ、静かに青白く燃える炎、それが客のハートを焦がすんだぜ。ケンジさん静かに燃える炎、ライブでバッチリ外に熱さ出てたぜ。だから食らった、俺は歌った、残念ケンジさんより俺が勝利をつかんだ。それを分からすためにやるぜ、ワンク倒して出る KOK、 ケンジ倒して UMB、 もう一度キングオブステージ。出すんじゃねえよ、出ていくんだよ熱さってやつが静かに。だから俺のライブは全員が食らう、わかるかよ、ムーブザクラウドとさせつける。俺プラスお前、何生み出すグループ、このクラブ揺らしていく、目を見て会話、いつものサイファー、何も変わらず俺の刃、お前の喉元切り裂いた。さあ厳しいと思いますが、どちらかにだけ歓声をください。それでは審査員の皆様よろしくお願いします。先攻ガードマン、後攻ケイジ、まずはケイジ。それではここでひっくり返ることあるからね、聞いてみましょう。陪審レッツジャッジ。プシッ、赤赤赤赤赤赤、勝者ケイジ。